久保さん。今回あの、稼がないといけない責任にしましょうか。責任が出てたんで。まあ、さっきね、コンサルしてたんですけど、あのー、コンサル3回目ぐらいで、もうちょっと怠けちゃってるんですよ。で、まあ、言ったんですけど、それ、あ、それあかんよ、みたいなね。<laughs> それやばいよ、みたいな。<laughs> 自分に甘えちゃいました、みたいなね。あかんよ、みたいなね。で、それで聞かれたんですよ。吉谷さんはどうやってその、 あのやってんすかみたいなどうやってその習慣化してるというかこういう続けられてるんですかみたいな。って話でまあそもそもこうドリアカの究極のマインドセットドリームアカデミアの究極のマインドセットかこれでももう極論出しちゃってるんですよ僕は。でこれ何かっていうと単純に稼がないといけない環境に僕はいるのでそのい習慣化とかどうでもよくて。 やるかやらないかなんですよ。で、やってもダメだったらやらないとまたダメなんですよ。だからこれ堀江さんが言ってましたけど、とにかくしつこくやる、結果が出るまでやるっていう道しかないんですよ。だから習慣化ないとできないとか、習慣化するとかどうでもよくて、結果が出るまでやるっていう、ただその一曲なんですよ。この一曲しかなくて <laughs>。で、結果を出せなかったら僕は飯食えないんで、4年間僕一人でね、稼いで飯食ってますけど、それはなんでそれができるのかっていうと、単純に、 稼がなないいと生活でできないただだそれだけですシンプルに本質を言ってしまうとんでも多くの人って別に稼がなくてもその会社がね責任取ってくれてるんですよ給料の、うん、保証 <laughs> だってすごくないですかだって、うん、会社をすいません今日熱であの体調不良でああいうゆっくり休んで給料入るじゃないですかやばないですか 有給とかもあるしね。有給休暇もあるだろうし、まあ、取れない会社もあるかもしれないですけどね。中小企業とかは。だけど、どうすか体調不良で、ちょっと、あの、すいません、上司みたいな。それでも給料入るんですよ。やばないですかいや、僕、体調不良で商品出せないんですよ。って言ったら、あの、売上が上がんないですからね、僕。<laughs> だから自分が体調不良とか、やりたくないとか、モチベーション上がって、下がってるとか、関係なくて、売らなければ、売上作れないし、飯食えないんで、関係ないですよ。だから、これが、 あのー、なんか、人と違うというか、まあ、たサラリーマンマインドと企業家マインドの違いみたいな話で、なんか、で、それでまた質問もらったんですけど、なんか、どれぐらい動画アップしたらね、まあ、これもね、あのー、よく久保さんもあると思いますし、億万長者合宿でもまあまあ取り上げてるんですけど、どれぐらい動画アップすれば、ファンつきますかみたいな。で、その子ね、東大一生なんですよ。 逆に質問して、じゃあ、あの、どれぐらい勉強したら東大に受かるんですかみたいな。どれぐらいやったら絶対に東大受かるっていう、その、どれぐらい勉強すればっていうのはあるんですかと。東大に100%受かる、どれぐらい勉強したら東大に受かるんですかみたいな。ありますみたいな。多分人それぞれじゃないですかそんなわかんなくないですか <laughs> 人それぞれの脳のスペックもあるし、その、どれぐらい勉強したら東大に受かるのかっていう指針ってあるんですか じゃあ1000時間勉強したら絶対東大受かるんですかね1万時間勉強したら絶対東大受かるんですかねわかんないですよね、その人次第で。その人のスペックの、あの、覚え方もそうだし、その、記憶する、その、能力も人それぞれ違うだろうし、わかんなくないですかな、だから結局その結果が出るまでやるしかないですよね。だから結果を出す責任ですよ。自分で稼ぐっていうのは、 結果を出す責任があるんです。だけど、自分で稼げない人っていうのは、それがないんですよね。結果を出さないといけないという責任がないんですよ。だから、やらなくてもいいんですよ。別にやらなくても、自分の生活変わんないじゃないですか。うん。だから、稼げない人の思考って、思考というか、責任がないんじゃないかなと思いましたね。稼がないといけないという責任がない。<laughs> そう。それは、会社が、 給料払わないといけないといいいととけう責任を持ってるんでうんだからやっぱ責任逃れそういう責任がそもそもない中でみんな生きているうんだからみんな起業すればいいと思うんですよね起業すれば分かります本当にね久保さん一人で会社作って一人で起業すれば僕が言ってることは分かると思いますだけどあのみんなそれやらないから分かんないですよね だって起業しても給料保証されてないじゃないですか。うん。だから起業、だから一人で稼ぐっていうのはね、やっぱ本当起業家マインドをね、持たないと難しいと思いますね。うん。だからそれ、今さっきコンサルしてて、まあそれすげえ言ったんですけど。うん。まあね、その子親からの仕送りもあるし、別に稼がなくても別に、ま、まあなんとか飯食えるし。<laughs> そう、親の仕送りあるしね <laughs> 金もらえるんでうんだからやっぱね責任をしっかりと出す責任果たすっていうかまあななんて言ったらいいかわかんないですけどまあそんな感じです言ってらっしゃい